えー、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ジャストレイでございます。ジャストレイでい <laughs> <laughs> はい、ということで、今日も始めました。えっ、ー、と、ジャストレイ競馬予想でございますね。<laughs> 始まりました。ジャストレイ競馬予想でございますね。今回の予想は、えっ、ー、と、明日土曜日、10月28日に行われます。土曜日、あの、京都競馬場で行われます。あの スワンステークスをですね、輸送動画となってます。<laughs> どうも、はじめまして。<laughs> いろいろね、言いたいことがね、今週ね、たくさんあるんですよ、本当に。ね、あの、JBC がね、近づいてきてますんでね、あの、一応、明日、天皇賞、あさってか、あさって天皇賞ですけども、あの、まあ、今回、今日はね、一応、金曜日の昼前にね、どんってるん,んで、あの、あさってね天皇、天皇賞ですけども、 来週の金曜日は JBC クラシックね。あの、ダートのあの、3年ちゃんね、ありますね。うん。あの、レモンポップから行きたいと思います、ね。<laughs> JBC はもう、レモンポップから行きたいと思います、まあ。しばらくレモンポップでいいんじゃないかな、ダートはね。って思うんですけど、うん、一応ね、そういう感じでやっていきたいなと思います。<laughs> ということで、いろいろ言いたいことはあるんですけども、はい、出ました。はい。 すみません。あの、文字の、ね、逆転現象はね、あの、アルテミックスアル、アルテミスステークスで愚痴ってるんで、とりあえず、あの、流し今、今回はね、流す、あ、い,いか、今回はいいか、あの、なんかね、文字がね、逆転する現象は、あの、著作権問題で、なんか逆転するそうです。なんかよくわからないで。調べたけどよくわからなくて、直し方もなんかよくわかんないんで、あの、ご存知の方は、あの、コメントで教えてください。 ということで、十月二十八日、えっ、ー、と、ね、京都競馬場、えっ、ー、と、第あ十一ースって書いてないな。京都競馬場第11レース、芝千2 0メートルで、スワンステックスってことで、N、N、なこれ、MBS M, m スワンステックスっていうのこれ。MBS スワンステックスっていうのかな、これ。MBS ショー、MBS ショーって何これ。MBS ショーっていうことはんけどなんか、 前についてるんですよね、スワンステックスの前にね。どういう意味かよくわからない。<laughs> とりあえず、あの、8番の、えっとグラ、グレナディアガーズ。8番のグレナディアガーズからいきたいと思います。あの、ウィン・マーベルとね、迷ったんですよ。どっちかこれ、どっちも自慢走ってるから、これ、グラ,ニアグラ,グラディアガーズと、グラディニアガーズ、グラなんだグレナディアガーズと、ウィン・マーベル、どっちにしようかなって迷ったんですけど、 とりあえず8番にしましょ8番八番のあのか幅,幅1000円からで生まれんワイド各300円生まれんワイド各三百円で8の頑これのえっと1491416か14914168の1 9 1 9一4 9 1 4 1 6ね あのこの5点で勝負で3,000、4,000、えっと、5,000勝負ですね、5,000勝負ねあの。一応ね、あのアルテミス,スステークスからあの、とりあえずあの今までね、改名、ね、金額買い目、ね、改の、乗っけてなかったんですよ。あの テレビで僕、あのいつもあの競馬予想動画、競馬予想、あの、競馬見てるんですけど、テレビで競馬見てるんですけど、あの、なんつうの,の、その、出演者の,あの競馬ね、予想した時に、フリップにあの金額も書いてあるんですね。1万円勝負とかね、5千円勝負だって、ね。じゃあ、僕もね、ちょっとねあの、今までね、金額書いてなかったら、あのちょっとね、目安にね、金額を書いてみようかなと。 はい、あの実際書けるかどうかは分かりませんけどね、あの僕はもうあの、ちょっとね、しばらく GRA はねあの、見るだけにしようかなと、はい。あのね、そうなんですね、いろいろありますよね、もういろいろ愚痴いたいことが今週出てきて、まずあのこのね、文字の逆転現象でしょ、であの次ね、天皇賞なんです、天皇賞。 あの、僕ね、スターズ・オン・アースから行こうかなと思ったんですけど、まあ、アルテミス、アルテミス・ステークスでもね、めっちゃ愚痴ったんだけど、あの、出走回避なんですね。スターズ・オン・アースがね。で、ジャストウェイが勝ってから10年目なんですよ、今日。あの、あの今回ね。うん。ジャストウェイが勝ってから10年目の節目の年に、僕が落ちてたスターズ・オン・アースが回避するってことは、 もうこれ俺は競馬やめろってことですか <laughs>、ね、なんかそんなふうに考えちゃって、なんかすっげえ憂鬱なんですよね、本当ねはいで、一応あの、再来週あの、来週の金曜日は、ねまあ、今日金曜日ですけど、これ、ね、一周回ったら、あの今度は JBC ですからね。はい、JBC クラシック、ね、JBC レディスクラシックとか、JBC スプリントとか始まりますんで。 まあ、あの11月は12月はまあよくもまあお金を使う月ではございますけどもねとりあえず冬のボーナスを目指して皆さん頑張りましょうということで <laughs> ということで、えっと、僕はねあのスワンセックス8番クネナジアガーズからいきたいと思いますねあのまあまあなそうだねあの言ってなかったねなんでこの馬を選んだかって言ったら あの前走高松の宮記念は3月ですけどね3月前走高松の宮記念 5, 月あの5着で阪急杯が7着と5を7で来てるだからあの多分上も今回は多分1着取りに行くよと思う本気出して、まあ、それを言うんだったらねウィン・マーベルもねウィン・マーベルもあのスプリンター・セックス・キーランド、まあ、キーランドはちょっとねあれかもしれないけど ウィン・マーベルはスプリンター6着になるけど、多分今回はウィン・マーベルは、うん、来ないだろうかな、うん。と思います。はい。だから今回はグレナディアガーズ、グレナディアガーズからいきたいと思います。はい、一応そういう理由で選んでみました。ということで、実は競馬予想でした。終わります。ありがとうございます。次、次、お待ちかねの天皇賞予想でございます。でもね、ほんとね、あの、 スターズ・オン・アスがいなくなってね、手の賞ね、わからん。何から言っていいかわからん、正直。あの、まあみんなはね、あの、あの馬だと思うね、イグイノックスだと思うんですよね、みんなはね、イグイノックスから行けばいいんじゃねえかと思うんだけど、僕は正直わからん。はい。ということで、お待ちください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。久しぶり連てよい。<laughs>